父の転勤が決まり、我が家は静岡県から青森県に引っ越すことになった。県外に引っ越しとなると、やっぱり訪れるのは友達との別れだ。でも、一番辛かったのが、飼っていた犬の太郎と一緒に過ごせれなくなることだった。なぜなら引っ越し先の青森のマンションでは、ペットが禁止だったからだ。どうしても無理ですか？ダメです。引っ越しが決まってから、姉と一緒に太郎を捨てに行くことにした。バイバイ、これが最後の散歩だよ。まずは近くの公園に、太郎を置いてきた。バイバイ、もう会うことはないんだね。だがその日の夜、太郎は一人で帰ってきた。次の日には、行ったことのないデパートの駐車場に捨ててきたり、工事現場の裏に話したりしたんだけれども、夜にはやっぱり家に帰ってくる。逆になんでわかるんだよ。匂いを嗅ぎつけてついてくるのかな。次の日、お父さんが車で遠くまで捨ててくれることになった。それじゃあ隣町まで行ってくるから、これでもう帰ってこれないはずだ。お父さん、ありがとう。しかもその日は、今年最大の台風が日本に上陸していた。さすがの太郎も、この台風では帰ってこれないよな。雨で匂いも消えるし、これで本当にお別れなんだろうな。それから3日後、予想を覆された。翔太、太郎が帰ってきたよ。なんと太郎は一人で帰ってきたのだ。それからは引っ越しが中止になり、太郎は寿命がなくなるまでの間、家族の一員として3人と1匹でみんな仲良く暮らしている。今回は静岡県から青森県まで引っ越しをすることが決まった家族のお話ですね。仕方がなくペットを捨てようと何度も外に放すが絶対に帰ってくる太郎ですが、結局は引っ越しは中止になり、生涯一緒に暮らしていくことになります。ここで一つの疑問が現れます。これを見てる視聴者さん、お父さんやお母さんなどに、転勤での引っ越しってペットがかわいそうだからって途中で中止にできるのって聞いてみてください。ほぼほぼありえないことです。ではどうして引っ越しが中止になったのか、答えはこのセリフに隠されています。それからは引っ越しが中止になり、太郎は寿命がなくなるまでの間、家族の一員として3人と1匹でみんな仲良く暮らしている。3人。お父さん、台風の日に出かけて以来どこに行ったんでしょうね。